日雷プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみよろしくお願いいたします。一つよしなに、もう9月っすね。9月です。嫌だな。うん、9月の3、もう寒くなるのが嫌だなって意識し始めるよ、9月から。もうそうね、うん、秋が楽しみな人っているねって話毎年するな信じられないってあれ、秋楽しみな人だっけ。いや全然。ああ、春と夏、うん、そうね、春と夏。秋はやっぱもう冬だなっていう。そうそうそう、冬、夏と冬の間のつなぎでしょ、だって秋なんて。冬のはね、寒くなって着るもん増やせなきゃいけない。着るもん増やすの嫌だよな。あと静電気な、うん、ああ嫌だね、うん、何枚も着なきゃいけないのが本当にめんどくさいわ。あれどうにかなんないのかな、なんか1枚でいやだから本当ヒートテックとかも革命だったわけですよ。あれすごい、普通の T シャツぐらいのさ、今の薄さでさ、ネイ、ヒートテックネイティブは知らないでしょ多分そうね、我々はない時代を知ってるからね。ヒートテックが出た瞬間すごかったよな。すごかった。あで当時我々原付乗ってたからね。はいはいはい、もうヒートテック下も上もさ、ヒートテック着て、うん、でスウェット着て、うん、ダウン着て、うん、で雨降ってないのにカッパを着ないと風通してくるから寒いんだ、原付きって。原付きってで、ね、スキー用のグローブしてたからね俺、うん、手が寒くなるからね。だからヒートテック出る前は本当にね、うん、重ね着して原付き乗る時はもっこもこのやつとかさ、もっこもこのやつ、だからかさばってしょうがない。そう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 、楽屋に置くとこなんかね、当時だから楽屋な、狭い楽屋っていうかね、狭いライブハウスしか出てなかったからさ、はいはいはい、楽屋置けないからもうメットイン中にぎゅうぎゅうにダウン詰めてさ、そう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 。キサラもな、なんか先輩の人たち、うん、モノマネの人たちって基本的にそんなに器大きくないから、そんなことはない。うん、あんまりこう大きい人もいるよ、自分のダウンとかするとなんだオードリーのか前説のくせになっちゃうから、自分のメットインにぎゅうぎゅうに入れて、ああもう思い出してくれ20代のこと思い出させないでよ本当に。話しててどんどん一日たりともあの時の空気感がね。俺だからさ、本当か、芸能界難しいんだよね、基本的に若いやつが嫌いだからさ、20代を楽しんでる人が嫌いだからさ芸能界多いじゃん、20代楽しんでる人多いね、うん、そういう人を若林さん的には迎える立場だからね、迎えて楽しんでもらう立場だわけわかんない、20代楽しくなかったやつが楽しい時代迎えて楽しませてる、わけわかんない時は俺は多いのよ、一番学歴低いのに高学歴同士の対決を仕切ってたりするから広島大学ってどこですかとか言って炎上したりして炎上してますよとか言われてしてねえよっつっていやー分からんもんだね、分かんないもんね。とにかくまあ秋で、そうね、まあな、うん、食べるものは美味しくなるのは確かだけど、服着るのは嫌だもん。まあまああったかい方がいいですわ、どっちにしても。夏は楽しめたの十分に。夏はそんなにフルで楽しめなかった。ビアガーデンとか行ったけどね、はい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 、夏といえばみたいな、はいはいはい、海でロケ、江ノ島でロケやったりしたから、はいはいはい、そのちょっとね、はいはい、海外寄って帰ったりとかしたけど、はいはいはい、フルで満喫はあっという間だったからね。あっという間だよな、うん、で俺9月20日誕生日だけど、はいはい、もうそっから寒いからね、うん、もう寒いよ。9月20日から寒いっていうのはもう俺誕生日がそこだから分かってる、うん俺さ、うん、この間さ、思ったんだけどさ、うん、俺44歳なんだよ。次で。やばくない?44。44はさすがにやばいよな。44はそうだね。ちょっとだんだん笑えなく、ね、41とかだったらさ、41、42、43ぐらいだったら。なんかね、うん、まあそれも確かなデータじゃないんだけど、うん、何歳からおじさんだと思うみたいな、うん、43からみたいな感じだったな。あ、そう。まあそれは、まあ、全然大した データじゃないんだけどね、信憑性のあるなんか、うん、バカが300人ぐらい答えたネットのアンケートだと思う、うん、なんだそのアンケート。
いや、つかないんですよ。そんなアンケートない、そんなアンケートないんだよ。あるよ。だいたいそんなアンケートだ、アンケートって。どこの誰だかわかんない。600人ぐらいが答えたアンケートが、なんか世論みたいな感じに仕上がって。によると43歳からおじさんっていうの俺すごい信じてる。どういうことなんだよ。信じるなよ。バカアンケートだったら。でもさ、うん、44歳じゃん。うん、で、うん、44に来年の2月になるじゃん。はいはい。もうさ、そのさ、うんうん、オードリーとしてのピークは過ぎたと思う。これから来ると思う。ああ、これか、まあ、それはまた別の話かな。そのおじさんになった。これからまた来るんじゃない？また別の形の。お前は本当にね、うん、俺大好き。いや、まさかそんなゴールが待ってたと思わなかった。なんで大好きかっていうとね、うん、ポジティブだから。そう、それはもう昔からね。うん、それはもう、むつみの頃から、それはそう、そうではえ、これからピーク来ると思ってんの？もうまた別のね、別のというか。ああ、まあなんかこう、芸人さんって何度か、うん、あるじゃん、あるもんね。絶対あるじゃん、そんなの。そんなの絶対あるよな。絶対あるじゃん。うん。ということで、ハマカーナってね、今回のさ、ゲストだって、うん、まあピークというかまたね。ハマカーナのね、この形のみたいなさ。カンちゃんのね、あの企画がね、うん、しくじり学園って、うん、アベマのね、はい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 、アベマね、うん、閲覧数のね、うん、なんか一番だったのかな、なんかもう、もうベスト3に入るぐらいの、うん、数だ。いやいや、それはすごい、やっぱ面白かったしね。あ、見た？見た見た見た。見たらさ、その見た人に話せよ。うん、いや昨日一昨日ぐらい見たのよ。ああ、そうなの、うん、スペシャルウィークに来てくれるから。そうそう、一応ね。うん、面白かったね。あれ、ほんとみんな面白かったなっていうね。面白かったし、あの形の面白さを感じたことがないなと思って。テレビ。バラエテレビ。他の人でね。うん。うん。だから、カンちゃんのオリジナリティ。オリジナル。うん。うん。あと、ハマちゃんの量産型ね。そうね。あんなに、さ、うん。あんなにあんなに、その、何その、ね、差があるコンビだと思わなかったもん。量産型とオリジナル、そんなさ、うん、ま、似て、ま、真逆なさ。ああ。言って真逆なわけじゃないですか。確かに真逆だよな。二人があんなに真逆な。でも同じ大学だからね、同じ柔道部でしょ。柔道部のね。うん。なんかこの正統派の漫才師みたいなさ。二人ともまあ、似たようなじゃないけどね。はいはいはい、はい。同じところにいんのかなと思ったらさ。はいはいはい、はい。うわ、真逆だったんかいみたいな。ああ。今知ったよみたいな、その付き合い長いのに。うん、そう、でもさ、うん、最初、ハマちゃんボケだったじゃん。いや、そう、だ、あ、それ、知らなくてさ。え？なんで？しくじり見て知ったのよ。オープニングぐらいで話してたじゃない。え？いや、うん、だって、うん、ザ・マンザイの時って、うん、逆じゃなかった？もう。あ、ゲスキは？もう逆。あれ？ザ・マンザイの時はまだハマちゃんボケだったっけ？あ、もう完全に。あ、後で聞いてみようか、ちょっと。今完全なツッコミじゃないじゃん。なんか、お前よしなさいとかさ。だから、人間性同士で漫才、うん、理想だよね、漫才師の。はいはい、俺たちができない。お前のせいでできないやつだよ。うわぁ。うわぁ。びっくりした。俺もう44になるんだぜ。もう相方のね、うん、なんか、せいでとかも言いたくないわ、もう。いや、私も、そんなことが待ってると思わなかったもん、この話の先にさ。ああ、そうかそうか。怒られると思ってないと喋ってるからさ。いや、びっくりしちゃった、今。こんなショックなことないって話聞いてもらいました。うん、俺が一番この仕事しててショックなのは、うん、ドトールやタリーズで、あ、いいねって思いついたって思いついて、うん、これうまくいくって合わせた時に、全く想像下回る時があるんですよ。うん、でね、この間ね、うん、知り合いのディレクターが結婚するから、うん、よくしてもらった人だとして、うん、ご祝儀を30万いきたいと、コンビで。うん、で、15万ずつ出そうって言ったら、絶対やってて、お金のことだけは自分の尺持ってんじゃん。うん、で、その、あらゆる手を使って15万出さないって、論破だけされないで、耐えて、したら絶対、それだけで面白くないから。それこそ、浜谷、神田、うん、人間性だけの漫才みたいな、感じの漫才じゃん。うん、合わせたら、うん、2分ぐらいで論破しちゃったんですもうこんなショックなことないよ。本当にドットホールで、んーって考えて、あ、うん、これは絶対物にできるし、今まで手つけたことないネタだと思って、
ったら、ご祝儀15万出さないぐらい、お前の、うん、お前の超得意分、テリトリーだろ。まあまあね、得意お金を出す出さないだからね。払わないだからね。そうか。じゃあ、その15万っていうことは嫌なら言うけど、うん、15万出すことによって、こんだけ仕事信頼してくれるんだなっていう絆が深まって、またいい仕事できて、15万以上のものが返ってくるよ。って言ったら、うん、確かにそうだな、うん、ってなって終わっちゃった。いや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 、うん、でこれで、ね、里光とじゃあこういう風に言い返してきてくれ ってネタ出ししちゃったらもう春日じゃないんだもんねっつってやめたよね、うん、あれの、うん、そうね、うんうん、それもしょうがない、そうだなと思っちゃったからな、あれは、うん、でも本当に話したら絶対出さないじゃん、うん、まあそうだね。うん、だから、うん、もうちょっとやってみようか。あと一回ぐらい。一回ぐらいね。うん。うん。したらもうちょっとね、うん、論破される時間伸びるかもしれないけどね。うん、そうだよね。そうだよね。うん、そうだね、うん。まあまあまあ、それはいいんだけど、そ、うん、そ見て。ちょっとびっくりして。びっくりした。うん。うん、面白かったなと思ってね。本当だよな。でもあれでさ、うん、でも俺も思ったけど、あれでもしバラエティ出てよく、まあ、漫才にもするかどうかわかんないけど、ハマカンが、うん。楽だろうね、カンちゃん。楽だろうね。そのもの、まあ、言い方悪いけど芝居こかなくていいもんな。うん、そうだね。俺の不幸はそこだからね。ボケになれなかったから、ツッコミ変わったじゃん、俺たちも。はい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 、あれで俺の不幸は始まってるからね。不幸、うん。今もってことですか、じゃあ。いや、だからやっぱり、やっぱなんか、ハマカーンのしくじりの収録後に思ったよ、やっぱり。何？やっぱ、さかなちゃんなんかに受け身取っちゃダメなんじゃねえかなって。なんかに。うん。いや、なんかにってことじゃないんだけどさ、うん、なんか、そういえばそういうソウル、いつの間に売り飛ばしたんだろうなって思う。わかるでしょ？わかるわかるわかる。うん。その、だから、そうね。その場の中、みんなが目指してるゴールに。みんながやってることをやらないと、なんか、怖い人がいるんだよな、スタジオに一人か二人。先輩で。俺らが35ぐらいの時はね。その人に言われんだよね、終わった後。うんうんうん、そうね。それもだからもう。腹見せんでいいじゃん、みたいなね。うん、感じ、突破するような。土俵割っちゃったんだろうな。うん、あと、割るようなキャラだったんだろうな。春日の相方だから。てか、春日はできたよ、うん、それ。今からでもできるよ。うん。うん。でも、いいやつだからな。そうだね。うん。うん。そっちでやっちゃうかもな。確かにな。バラエティやっちゃうの。でも、いいよ、あれで出れたら。いや、そうよ。なんで、自然体でいいじゃん、うんってうん。思ったことをね。言えるもんね。言ったら思った方法でも、帰ったりしてもいいんだから、だって。途中で。嫌だなと思った。それで受けちゃったりしたら、いや、もう。あれ、だからさ、うん、何度も話すし、うん、これ、解決法をちょっと今日教えて。うん、激安スーパーの餃子は、うん、餃子に特化した、うん、店の人にスタジオ来てもらって、実際作って焼いてもらって食べたりもしてるじゃん。うん、はいはい。同じトーンで、うまーって言ったら、うん、頭おかしいじゃん。はいはいはい、うん。うん。で、まずいわけじゃないんだよね、これまた。そうなの。うん。あれどうすればいいんだろうね。で、なんか、うちの近くのスーパーの餃子の、がここだとしたらこのぐらい美味しいですね、とかやったりしてたことあるんだけど、もう、はいはいはい、全部やめちゃった、それも。美味しい、激安スーパーの餃子とは思えない。はいはいはい、好きみたいな。うん、まあそうね、好きがあるからな。うんうん、まあいいのか。まあ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 、うん。まあでも若林さんそういうの、うん、わかんないとかでもいけそうな感じはするけどね。いやー、無理よ。無理かね。やっぱ変な空気になる。ああ、そう。うん。いや、なんか、向いてないんだなって思うこともわかってくるじゃない。うんうん、なんかある、はいはい、もう数がないよね、うん、でも向いてないことってテレビ見てて向いてないよ。いや、なんかね、最近すごいなと思う。なんかその、うん、春日への挑戦状とかやるじゃん、昼なんで。あ、やらせてもらった。背負い方とかうまいなーって思う。この間ね、ありがたいよ、あれはね。この間ね、うん、ある番組でねって、まあ、激レアさんなんだけど、はいはい、
忍者の人が、うんうん、忍者の人がっつって、うん、手裏剣を6枚、うんうん、なんか公式ルールの的にこう投げる、はいはいはい、で手裏剣が6個中3個刺さったのよ、うん、でなんか6個中6個刺さるんだと思ってたの忍者だからまあそうだよね。で6個中3って難しい、うん、みたいなことを言ってんの俺、うんうんうん、してなんか手裏剣って投げたことない、うん、若林さんやってみますってなったのよ。なるへそ、どんだけ難しいかで、うん、え俺って思ったの。なんかゲストが投げる、なるへそ、なんか俺ってやんないじゃんそういうの。大概なんか6個中3個難しいとかなんか、うん、なんだろうな、うん、なんかそういうスネ夫みたいな仕事してるみたいなお笑い界のね、お笑い界の、お笑い界のその、うん、うん、常用だから、ね、なんか、うん、そうそうそう、はいはい、それで6個中、うん、俺が投げて、うん、最後の1個だけ的に刺さったのよ。はいはいはい。なんか忍者の人に、うん、さすが若林さんって言われて、うん、なんか周りの人たちも、うん、なんかいい筋してますねみたいにスーって終わってたね。やだなその感じな。でもそもそも、うん、投げる前から、大口叩かなきゃいけないんだよねあれって。6個中3個以上俺が当てたら、忍者名乗るのやめてくださいねとか。なるほど、確かにそうかもね。そうだね。でも、うんうん、それで6個中1個ってなったら、うん、すいませんでしたでいいのか。そうか。だから振ればいいのか投げる前に。まあ、そうか振りだね。そうだね。全部いきますよみたいな。へー、手裏剣ってこうなってんすねつって、うん、これどこ持つんですかつって、うん、あこれこれがこうこうあ持ち方あいろんな人あいろんな人いるんですね、うん、で投げ始めたからねあやっぱそんなに一日忍者体験に来た人がそんなの投げ方だよ。でもなんかわざと外すは違うんだよねきっと。まあまあそうじゃない。でも当てるっていうことなんだろうね。やっぱ上回るっていうさ。上回るしかないじゃん。まあそうだね。それは分かってたの。でも、うん、上回りに行くから集中しちゃったの。なるほど。来たら6個中1個だった。それかもゼロかね。で、これ僕、ね、春日だったらどうしてんの？あー、でもそうだね。うん、でもやっぱ振るかな、やっぱね。ああ、やっぱ振るってことが大事なんだな。振っといたら。何においても。まあ振っといたら、まあ私なんか特にさ、まあそういう振り方じゃん。似合うもんね。で、全部当てたらすごいってなるしさ。うん、なんかゼロとか1だったらさ、うん、ほんと、すいませんでしたっていうさ。そういうことだよね。どっちにも。振れば、6個中1個だったら謝れんだよね、うん、忍者の人に。まあそうだね、そうだね。帰り運転してて、うん、あれ、どうすればよかったのかな。でも俺、大口叩く人でもねえしな、まあ、そうね、そうじゃないからね、と思って、うん、だんだん、忍者に腹立ってきてさ。そもそも6個中3個が、なるほどね。むずいんじゃねえのかとか。5個当ててくれよ。したらもう王ってなって終わったし、みたいな。あー、そうだったな。あれ難かったな。あー、でも確かにね。似合うに、その人にね。似合う似合わないみたいなのありますよね。あるよね。だよな。で、逆にだからそれが面白いみたいなさ。はいはいはい。この間も。うん。まあなんかまあでもあんま、そっか、まあまああんまな、ロケのあれだから言わない方がいい。まあまあ、スギちゃんとね、うん、ロケ行ってきて、はいはいはい、で、滝行やったのよ。滝行。で、滝行やる前に、うん、あのなんか、こう自分のこの願いを札に書いて、うん、木の札に書いて、うん、で、それなんかこう、火にくべて燃やしてから滝行に行くっつって言って。ほ、うんうん、いで、なんか、行ったのが、うん、ロケが成功しますようにっていうので行ったのよ。うんうん、で、願い書いてくださいって住職さんに振られてさ、うん、したら、まあ私はね、うん、まあその、そういう目的来てるから、うん、なんかこの V が、うん、そのなんかこう、尺がすごいたくさんに、うん、なりますようにみたいな、うんうん、切るところないぐらい盛り上がりますようにみたいなこと書いてるんで、うんうん、杉ちゃん、うん、何書いてるのさ、つって聞いたら、うんうん、家内安全って出した。マジなの？いや、スギちゃんさ、つって言って、え、だって、ね？はい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 。いやー、そうだろうな。うん、めちゃめちゃ面白くてさ。めちゃくちゃ面白い。面白いじゃん。そう、大喜利だから、まあね、大喜利とかじゃなくて、うん、本当に。でもさ、スギちゃんはさ、うん、もうさ、大喜利するより人間性の方が面白いんだってことに別に自覚的じゃない。うん普通に家内安全って書いてるんですよ。普通に。で、言った時も、うん、ポカンとしてたから。そうでしょ？うん。だから、ちょっと大喜利できるから。
春日が。なんかこのなんか流れに沿ったやつを出してたなきゃいけない。大喜利やんなくていい人だよ、でも春日。いや、だからそれを後からね、ロックバスと思って、あれすごかったなと思って、逆に。わかるわかる。全部すっ飛ばして。家内安全で言え。バラエティ出たらどんなに楽かだよな。で、それ人によったら、そのなんか裏の裏みたいな感じの。本当だよな。捉えられて、いや、そういうんじゃないんじゃな。本当だよな。なるじゃん。杉ちゃんのあの感じだから、面白いっていうのあるじゃない。キャラクターで。でも、それで俺が一個得してるとしたら、まともなこと言うと受けるっていうのを、ね、俺は持ってんの。確かに。だから、南原さんが、夏休みの時、昼なんです、MC 出て、篠原くんニュース読んだやと。篠原くんがニュース読み終わったら、俺がスタジオから、篠原さんありがとうございました。って言って、続いては何々ですって言うんだけど、篠原さんありがとうございました。って言ったら、ドーンって受けたからね。普通ってか、いつもね、南原さんがやってることを、それはあるんだろうね。あるな、思ってねえだろっていうのがあるから、うんうん。ワイプでのね、なんかこう、コメントみたいなのも受けたりするね、若林さん。普通のことですよね。ああ、美味しそうな家今日、うん。うん、絶対これ夕食に作ろう、みたいなこと言って、受けたりするね。食卓が明るくなるよな。あんなの別に、姉妹が言ったら、別にさ、でも、悲しい時もあるよ。うん。あ、そう。うん。何ですか？いや、ほんと二人で、何年前だっけ、うん、漫才楽しいだから、だいぶ前だけど、うん、単独ライブやった時、うん、エンディングで、本当に心が温まって、うん、お客さんにありがとうございましたって言ったら、ドーンって受けた時。狼少年の、本当に、例えでも何でもなく、こういうことだろうなって。本当に感謝してんのに、信じてもらえないっていうのは辛い時もあるよ。じゃあもう、口から言葉全部嘘だっていうね。確かに悲しいね、それはね。奥さんも笑うもん。俺が湖とかで心が洗われるなとか普通に言ったら。うん、奥さんも笑ってるもん。ああ、そういうね。悲しみもあるけど。まあ、しょうがないわな、まあ、それは。そうだね、なんか。今までの。うん。だからやっぱあるんだ、人によって、そのね。ってあるよね。キャラクター印象っていうのが。これ、話変わるけど、うん、ここ2週間か、あ、ここ1週間か、うん、CM2 本撮ったじゃん。うん、はいはい。でさ、本当にありがたいことにさ、うん、リトルトゥースのリストバンドをさ、うんうんうん、スタッフの子がさ、うん、なんつうの、ポーチのさ、なんかね、かくっつけてくれてたりとか。紐みたいなところにね、通して。あちこちオードリーの T シャツ着ててくれてるカメラさんとかいらっしゃるじゃん。うん、あれ、声かけてる？声はね、かけて、終わったぐらいの時に、うんうん、なんか挨拶してくれるじゃん。うん、ね、この、カザさん、ありがとうございました。ありがとうございました。CM の撮影終わり。わ、うん、みたいな。その時に、うん、そういう人たちになんかちょっとこの、なんかこう。深めに。うん。なんかありがとう。ああ、うん。ちょっとね。うん。こう、目合わせてみたいなぐらい。だから、北斗くんとかもそうなんで、あんまり、うん、聞いてますって出すぎて、もって思ってくれてる人が、うん、すごく、うん、鏡のリトルトゥースね。はいはいはい、うん。ありがたいとか、ちょっとなんかね。ありがたい。なんか、恥ずかしさもある、こっちに、ね。恥ずかしいからね。うん。だけど、牽制してんだよね、そのリトルトゥースって、なんか、うん。うん、こわぶったお笑いオタクに、なんか、うん、なんだろう、なんか、うん、振りにされやすいぐらい巨大なものにもなってるから。生意気なお笑いオタクに、なんか、燃料にされないように俺は、すごいね、うん、目を光らしてる。ああ。うん。なるほど。リスナーに名前つけて、呼んでるラジオみたいな感じで、うん、言われ始めたら、一人ずつ潰していく。わあ、頼もしいね。なるほど。でもなんかちょっと押し引きあるよな、うん、あんまり、うん、だからこう、うん、オーバーオールの下に来てくれてた人でスタッフさんでもいたわ。ああ、いたいたいた。帰りにありがとうございますとか、うんうん、ちょっとえしゃくがいいよな。それぐらいがいいよな。それぐらいね。来てくれてんすかとかじゃなくて。うん。向こう的にもさ、うん、なんかこう、なんかね、直接、うん、ありがとうね、つって。うん、どの回が面白かったみたいな。聞きに来られても困るでしょ、多分。そうだよな、うん。だから、サインとして出してくれてんの受け取ってるから。だからもらってますよ、もらったよっていうね。だよな。うん、ありがとうね、うん。サインをもらったよっていうので、最後ちょっとね。うん。なん
か深めにとか、はい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 、ぐらいだよね。はいはいはい、はい、うん、しかできないよ。うん、これ今回のサンデーの週刊サンデーの松田がね、うん、来週ここ見てみかず、来週発売のこの表紙のここに、うん、可愛さ素直さ特技すべてを兼ね備えたリトルトゥースな松田好花ちゃん、少年誌ソロ初グラビアって書いてある。あ、リトルトゥースみたいな表紙になっちゃってるのこれ。本当だ。しかも初グラビアでそんな。リトルトゥースって何って思う人多いだろう、ね。いや多いよ。少年さんね。怖いねちょっとね。いやありがたいけどね。これね、それでなんか、うん、読んでたらグラビア。若林さんが深夜にバスケ練習をして骨折したコートっていうのもこれいろいろ間違ってんね。俺が怪我したのがまず麒麟の田村さんが。うん、借りてくれたバス、うん、体育館ね、江東区の。なるほど。まず外じゃないんだね。うん、で、あとね、骨折してない。うん、骨挫傷及び、前十字靭帯損傷だから、俺は。まあまあ、そこはいいじゃない。そこは良くないのよ。いや、それ、うん、さ、まあまあ、ね、その、うん、骨折の方がまだいいからね。前十字靭帯損傷。いや、それもさ、練習をしてないで、骨挫傷及び、練習じゃなく試合だったし、あと深夜じゃないか、うん、骨折してないのよ、俺、このコート。いや、そうでもさ、なんかその骨挫傷および前十字ってなんかちょっと生々しいじゃん。骨折の方がなんかなんかね、ポップというかさ。うん。うん、で、これ、松田江東区行かなきゃいけなかったの。若林さんが、うん、まあ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 。まあ、まあ、夜にだな。で、バスケの試合をして、骨挫傷および前十字靭帯損傷したコート。それなんか、それだとなんかその現場検証官がさ、なんかその報告書官がさ、上上げる報告書官が出るんじゃん。なんかはっきり書くと。リトルトゥースのグッズとか身につけてくれてるけど、ね。骨折したコートぐらいでさ。渡辺が卒業したじゃない、うん、はいはい。あ、だからさ、渡辺が卒業したりさ、うん、してってさ、うん、思うけどさ、うん、UFC の選手みたいにさ、卒業してくんだな、うん、ある何年間か輝いてアイドルってまあまあそれ現役じゃないけどね、うん、ピークというか盛りの時はあるん、そういうもんなのアイドルって。やっぱそういうもんじゃないの、うん、俺そしたら、うん、ちょっと耐えられないかもしんないわ。何にですか。これからだからさ、うん、その初回からやってたメンバーが何年かして卒業していくのを何人も見送ることになるってこと、うん、まあなるだろうね。そうなるんじゃない。耐えられないから俺先やめようかなと思って、ね、見送られたい、見送られる側に回るってこともうやだよ。そう、なんでおじさん見送んなきゃいけないのよ見送る側にもなってくれよそれ。いやだから春日とスギちゃんでもうやってほしいのよなんでスギちゃんと二人なの似たような感じの二人で、うん、すぐ終わるよ多分。すぐ卒業させられるよ二人。私すぎちゃん。うん、でそれで、なんかそのあるその期間アイドルとして輝いて、うん、その女優さんとか、いやいやそう、歌手とか、うん、それぞれに羽ばたいていくわけでしょ。いやそう、アイドルのままずーっと輝けるとはなかなか難しいし、でも俺は見送るのきつい。その若さのその青春の光を浴びて巣立っていくのを、ね、見てるのってちょっとしんどいからとか言うじゃん俺、うんうんうん、カズがこれからオードリーにまたピークが来ると思ってんだろ。いやそう来るよ43歳。そら来るようん、何年後か分からんけど、うん、それはもう予想のしない形でね、うん、うん、バカ言うんじゃないよいやバカ言ってないよバカ言ってな、うん、でもそれそう考えるとさ、うん、今がピークだって思ってさ、うん、やるもうやれないのかな芸人って。桜木花道は言ってたけどね、背中怪我した時に安西先生にピって、うん、あんたの、うん、ピあの前世紀はいつだっつって、うん、俺の前世紀今だって。桜木花道は気づいてたんで自分の人生の前世紀わかんないけどね、はい、ただ、井上先生に聞いてみないと。あの後、作者のね、どうなったか。うん。うん、でも、わかる、それまた別の形でのピークを迎える花道だって。オードリーが？そうよ、我々だって。うん。うん、だって、その2008年のさ、うん、M1 の時、うん、あれがピークだと思う。ね、うん、あの時は思ってたけども、うん、また違う形で、ラジオスターっていうピークがね、うん、こうやってきて。いや、そらそう、ラジオスターだよ。
いやってお笑いラジオスターなんとかみたいなやってんだからさ、日本放送バカ言ってんじゃないの。いやさ、事実としてやってんじゃないの、くくりでさ、ラジオスター、ラジオスターのピークがあって、うん、でこの先どんな形かわからんけど、今ちょっとスランプだけど。え、そうなの、気づいてなかったわ。ああ、スランプってそういうもんか。うん。だから違う形でのね、あるんじゃないかな。ハマカーンもでも年齢近いからね。いや、そう。ハマカーンって一個上ぐらいか。だから、年齢のこととかどう考えてるか話そう。じゃあ。神田ちゃんが二つ上じゃない？あ、そうなの？ハマ、そう。ハマンダタニが一だよ。あ、ほんと。うん。ちょっと話してみようか。そうね、どう、ね、もう行こう。じゃあみんな待ってるだろうから、ハマカーンのこと。これなんか、あれ、あったっけ、告知すること。あ、大丈夫。はい。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日レイ、いでみつ興産、日本触媒、楽天カード、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、AU 自分銀行、オリエンタル公募工業、長州産業、ヤクルト、ベラジョン無料版、太陽生命。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。オールナイトニッポンではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。さあ今夜のゲストハマカーンです。よろしくお願いします。お願いします。頼むね。お願いします。お願いします。お邪魔します。ね、したね。なんか2回目なんだよね。そうみたいね。でもそれも、あ、そうだね、随分前でしょ。2012年のあの、ま、ザ・漫才で優勝した、あと間もなくで、ええ、そんな前、じゃあ10年前ってこと？ 10 年ぶりとか。10年ぶりとかだよ。10年近く。え、時期は経ったな。やばくない？やばいよ。Kダッシュやばくない？やばいね。おかしくない？うん。ねえ。うん。何回か会ってもいいよね、Kダッシュ枠。10年会ったらね。10年か。そうね。優勝したのも10年前か。ああ、そうだよね。漫才、そう、さっきさ、うん、あ、でも俺たちが事務所が一緒っていうのも聞いてる人で、Kダッシュステージっていう事務所自体ね、うん、どこまで知られてるかあるけど、うんうん、もうなんか、これ聞いてる人は多分わかると思う。わかるか。俺たちよく言われるもん、これ、うん。あの、多分Kダッシュってだけで、うん、あの、僕、リトルテュースなんですよって。街中で言われんの。言われんの？言われんの、言われんの。どう、で、なんて返すの、それ。おぉ。いやいや、迷惑じゃないなんか、いやいや、迷惑じゃないけど、でも、うん、ありがとうねっつっても、俺が春日町に、ちょっとしていつもありがとうねって言っても、言ってよ、ありがとうね。言った方がいい。トゥースぐらいやってよ。トゥースぐらいやってよ。これからも聞いてくれよな。俺そこ言ってよ。言った、いいのね。いいよいいよ。あ、じゃあ言う、言う、言う。じゃあ言う。テラステージっていうね。トゥース。トゥース。そうそう。いつもありがとうね。よしなにって言って。俺言っていいのね、一応。そう、言われてっから。上から、上からそう言われてっから。リトルトゥースなんですって言われた時、そういう風に言われてる。俺は許可証持ってるからって。それね、言ってくれる、言ってきた人もそれを期待してると思う。でも多分そうだと思う。この K ダッシュ、ちょっと。そっか。え、K ダッシュステージに入ったの2000何年？28の時。28の時だと、もう十何年前だ、2007年とか2008年ぐらい。15年ぐらい。ああ、そう。ああ、15年、そうだね。そう、でもそんぐらいか。その時はさ、完全にハマちゃんボケで。そう、完全にボケ。カンちゃんツッコミで。完全ツッコミ。で、あの、設定入ってたよね。あ、設定。ロボットとか。コントとか、そうそう、よく覚えてた。だゲスキアもないもんね、まだ。ゲスキアもない。全然ないもんね。で、さっき春日と話してたあれだけど、ザ・漫才優勝した時は、はもう俺ツッコミやってないかな。だよね。でもその初めて決勝行った年はまだツッコミやってた。
あ、そうなんだ。2011年までは一応ツッコミ。2011年では。前の年まではチャンピオンの、うん、そう、だから。そうだよね。優勝した時そうだよね。そう、だそんなはっきりボケとツッコミ入れ替えたわけじゃないもんね。なんかそう。で、神田と浜谷だもんね。うん、になったそうそう。だけど、神田さんがツッコミじゃないっていうのは確か。うん。もう、そう、ツッコミは、ね。2012年の時は。もうできないことを背伸びするのやめようと思ったのと。いや、でもさ、さっき言ってた設置入るのは浜谷がなんてボケるか知ってるから。あ、そうか、今の漫才とは違うね。そう。振り返る。で、今は浜谷がなんて言うかわからないような状態だから、やっぱ突っ込めない。はいはい、で、僕も自分の思想をぶつけるだけで、浜谷はそれに反応してくれるから、お前は変だぞって、そういう漫才になったんじゃない。ボケてもいない感じなの。そうそう、思想を、思想をぶつける。それはでも、いや、理想だよな、漫才師の。だって何にも、まあね、何してもう、だから別に、稽古してもしなくても、うんうんうん、また変わるよね、まあ、舞台上でも。変わる。うん。テーマだけあればいけるとか、ね。変わるし、浜谷さんが最近非常に暴力的になってきたなっていう、うん。いや、そう聞くのよ。浜谷が、なんか、カンちゃんの首を掴んでこう持ち上げるらしいのよ、カ、う、ン、ん、ちゃんが。あの、それはね、まだ普通だよ。違うからね、それ、あの、舞台でだからね。プライベートでカンちゃんの首、喉までこうやって持ち上げてないから、やってると思うよ。やってねえよ。で、舞台で。それが出ちゃってるだけ。そういうネタでだ。漫才でスイッチが入ると、やっぱ、あと、メイク室でお客さん。メイク室でメイクされてるからって。メイクしにくくなっちゃう。なんでメイクさん通常業務やってんの首で持ち上げられてるやつに、ちょっと、すんませんって。いつものことだから。それでさ、ボケって、ボケとツッコミを変えようって話はしてないのじゃあ。してるしてる。あ、してんだ。変えよう。まあまあ、どうなってそうなったの？じゃあ、ツッコまない。そうだね。僕はもうツッコまないって聞いて。それはな、それはカンちゃん、なんかツッコまない。これね、またややこしくてね、実は、ザ・マンザイの2011年決勝行ったけど、行ってたよね、歌詞にも棒にもかかんなくて、うん、でも、ハイハイお兄さんは跳ねて、そうなんだ。ハイハイお兄さんがそうなんだ。で、Kダッシュステージのなんか、年末にネット番組みんなで集まって、来年の目標はみたいな。で、まあ、全然箸の棒にも変わらなくて、まあ、しょぼんとしてたら、浜谷が、まあ、いい感じのボケで、私は来年はもう、神田さんに一切期待しませんっていうことを言ってて、俺それ真に受けててめえと思って、じゃあもう突っ込まねえよ。言ったらしいのよ。俺が言ったらしいのよ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、切れちゃった。ボケでしょだから。ボケというか。これ切れちゃってね。俺もうっすらしか覚えてないんだけど、それでどうやら切れちゃって。その場で、バーは言わないし、でもその、それまでバー言わないよ。言わない。その放送中にもう二度と突っ込んでないですし、もう。だって、普通だったらさ、そう言われたら、おい、ちょっと待てよっつって。二人でコンビなんだから、優勝とかいやいや、それまでわーって言ってないの言ってない、言ってない。あ、そうなんだって。そういうことなんだ。あと、これは話を何回か後に言われてんだけど、こういう話題になった時に、あ、その時に俺は、切れてたんだと思って。わかんない。わかる。静かに。量産型にはわかんない。量産型芸人のセオリーにはないから。もうなんか流れの一つだもんね。うん、まあそうやって言って、おいおいおいと。おいおいおいみたいな。もちろんね。あとは、うん、まあその後年明けぐらいか、まあネタ作りはあるでしょ。うん、その時に、ちょっともうコント漫才はもうだいぶ前にやめてたけど、うん、なんかもうちょっともう喋りだけに、浜谷が切れてるって、下産決めて言ってんのも、うん、嘘じゃん。うん、だって判断切れない男だから。嘘ってものがない。まあ、まあ、心広い人だよね。うん、切れない人が。切れないよね。判断が切れやすいのは、俺に、が、まあ、いらんことした時だけ、まあ、そうやめろって切れれるから、それ、ゲスの極みを言えなくなるし、母ちゃんが淡々と、切れない人だから。俺なんか悲しくなってから、ね、あんな一生懸命、一回顔外してからまた客席に向かってる。やってんだからさ、こっちはさ、そういう、お前がさ、やろうよっつって声かけてこの世界入ってきたんだから。お前がお笑いの世界に誘ったんだよ、俺を。そうだ、ね、こ台本覚えろっつって。うん、そしたら、うん、嘘じゃんって言ったんだよ。何年かしたら。お前、嘘じゃん。切れないじゃん、お前。何したらいいか分かんないから、ね。どうしていいか分かんないよ。どうしたらいいんだろう。なんだ、目的はなんだ、お前。でもさ、それ、
って言うとさ、オンバトの成績すごかったじゃん。あの、元々の、カンちゃんツッコミ、たまちゃんボケで、設定入る漫才でも、連勝しまくってた。ちょっと記憶があれですけど、20分の18とか。うわー、もう、あの頃のでしょ。あの頃の。2回ぐらいしか多分落ちてないの。それ、すごいよな。すごいよ。それでよく変える気になったね。いやでもこれは頭打ちがあったもんね。そう、漫才コントはやってても、俺らの世代で言ったら、磁石とかタイムマシンには勝てないと思って。そういう王道の漫才で言うと。漫才コントって台本良かったら多分誰がやっても面白くなっちゃうから、自分らにしかできない。その、いやいやいや、やっぱハマカンの表現力があったから。もちろんそれはもう、ハマタニがやってたから受けてるも絶対あったんだけど。あったんだけど。怖いな。なんか怖いな。大丈夫かな。だったら人間性でって、徐々になってる。そう。自分、この台本は自分たち以外の人がやったら面白くないみたいなのをやりたくなって。はい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 。かな。あれでも、だからそれで変えて今があるってことなんだね。うん、じゃ今はもうじゃそのままだから、かんちゃん的には楽だし、目指してた場所でもあるってことだよね。漫才は。楽なのかな。でも今もうネタ作りをしないから二人とも、その、しないの？いや、だからネタ番組ってなると、慌てて喫茶店に集まって、そうだね、で、なんか決まってからね、お互いに、んだよ、なんかアイデア持ってこいよ、こいつと思いながら。いやこれ浜谷が言ってたんだよ。っていうかさ、それを、綺麗。アイデア。なんだろうね。アイデアはどっちが出せばいいことだろう。でも大体もう、ここ、その、今の漫才みたいな、だいたい俺が、自分の思想をもう。てか話題だよね。カンちゃんが思想をぶつければ、カンちゃんが返すから。俺がこういう人間だって、だって、だって、もう、パイロットになりたいよねとかいうネタはできないんだもん、俺ら。いや、わかる。年齢重ねるとね。忍者になりたいんだけど。いや、浜ちゃんは大丈夫できるよ。俺はできるよ。俺はできるよ。量産型なんだから。いつだってデートできるよ、俺は。今度女の子とデート行くんだけどって言えるよ、もう既婚者なのに。さすがにカンちゃんがいやいやって言うよ、大丈夫。だから、ハマちゃんってさ、例えばさ、しくじりでさ、量産型って言われたじゃん。結構しんどいじゃん、芸人に芸人が量産型って言われて。結構。全然平気でしょ。俺平気だね。俺はまあ別にそっちに、そっちに、飯があるならそっち行くから。お前こっちに飯あるぞって言ったら、あはいっつって並ぶもん。俺はそんな。結構ね、吉村君って、なんか、なんか、平場男みたいな、テレビ屋さんとか、後輩が来てしくじりに言われると、やっぱ一瞬悲しい顔すんだよ。ああ、なるほど。そうか、そうか。浜ちゃん平気だなと思ってた、俺。量産型って言われて。なんだろうね。いや、だけど、まあ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 。でもまあ、だからその、かつて言ってたけど、真逆っていうのはでも本当そうなのよ。そうだったんだね。だって、量産型って言われて切れないんだよ。こんな人が切れ毛やってたんだよ。で、やっぱカンちゃん。俺多分、その感じで言ったら俺はもう普通にムッとしてると思うから。多いとも言わない。多いも言わない。ムッ、ムッ。静かに切れてる。ムッはおかしいよ。ムッってするの。ムッってするのはおかしいよ。ムッとしちゃうかな。ムッって、ムッって言わなきゃ。ムッって言わなきゃ。芸人は。ムッとするなら。ムッとするなら。あ、ムッとしてないもんね、カンちゃんね。本当にはね。そうだね。コミカルにそうやって怒れればいいんだけど、ムッとしちゃうとさ。それが本当だもんね、正直な。あ、でも、その怒ってるのを出すっていうのは良くないって思っちゃうから。あの人としてね。その、でも、浜谷以外にもう滲み出てるからダメだよって言われちゃってるからね。ムッとしてるの。ムッとしてるの。え、それ何？え、今も感じるときある。あ、今、かんちゃんもちょっとムッとしたなとか。いや、もうずーっとあるよ。ずーっとある。ちょっとさ、話戻していい？しくじりでさ、浜谷来てくれて、めっちゃ跳ねて、回なんだけど。まあまあ、このラジオでも喋ってるんだけど、うん、なんかその、企画が浜川にこう、はいはい、祝辞のスタッフから K ダッシュステージ、ステージのマネージャーから浜川に行くじゃん。はいはいはい、でさ、最初ね。うん、鳥収録日にさ、はいはい、浜ちゃんが先に楽屋来てさ、俺がさ、なんか、なんだろうな、まあ楽しくやろうよ、みたいな返しが来ると思って、どうよ、かんちゃんの調子はって聞いたら、
もう大変よこの1週間ずっと。そうだね、1週間前にこのね、うん、アベマでこういう企画のオードリーの番組出ますって言われてからの神田さんね。そうそうそう、機嫌でさ、俺さ、それ思うんだけど、うん、K' ステージのシステムにもちょっと問題あるよね。どういうことえ、だって、うん、浜カーン、俺はなんか、うん、しくじりのスタッフは、うん、K' ステージにこういうオファーが行くわ、うん、はいはい、浜カーンでお願いしたいと。でも浜ちゃんとカンちゃんが、うん、あ、こういう企画なら出るってことを確認せずに OK 返したってことでしょ、会社が。ああ、それはどうなの、まずありますけど、やりますか。カンちゃんが知らなかったから、カンちゃんが事前に、うん、ああ、そっか、しくじりでこういう企画やりますって言ってたら多分断ってるよね。どうかな、でも断れるほど偉くもないし、自分断ったせいで浜谷の仕事がなくなるとかは、そうか、それやっちゃいけないと思うから。じゃ聞かれたとしても、いや、やってはいたってこと。多分、嫌ですって言う、いや、嫌だけどやる。嫌だけど。そういう一個、その受けた人に嫌な気分は残してると思う。マネージャーに。うん。嫌なんだよ、俺は受けるけど。これでもな、あれ、どうだったっけな、神田さんには言わないで俺だけで決めたんだから。決定事項できたって。カンちゃんだけ知らない。そうだね。多分、うん。ああ、まあ言われてたら、じゃあカンちゃんが知ってる、浜ちゃんが知ってるから、まあ、聞かれて、やりますって聞かれて。スケジュールにパコって入ってんのを伝えたのが一週間前なんだ。そうそうそう。決定できたのね、決定できた。だから、俺もほぼ決できた。俺にもほぼ決できた。じゃあ、来てきて、じゃあそうじゃん。うん。聞かれてないし。多分やるんですけど、みたいな感じで来た。はいはい、はい。うん、でもどうですか。で、浜ちゃんが NG の仕事ってないでしょ、多分。ないね。いや、ないでしょ。ないかな。うん。で、カンちゃんが、やっぱ、うん、まあ、一番最初にそのしくじりで面白いから、お前も見たと思うけど、うんうんうん、まず台本に行ったもんね。台本に切れるっていうね。いやいや、もう。ちょっとスタッフにね、うん、もし仕事がなくなったら、辞めるしかないかもしれませんって言ったのが、うん、芸人を辞めようと思ってって、こういう仕事をするんですかって。ちょっと過剰にね、言ったりとか、ね。その、うん、思う、ね、ところがあるのよ、そういう。うん、あ、テレビの。だったり、あと雑誌、広告とか中吊りとかだったりでも、もう何でも、ネットニュースのタイトルとかも、フックがありゃいいと思ってるでしょ、うん、なんかこう。それで、世の中で、自分のことだけじゃなくて。雑誌、うん、いやいや、そういうもんなんか、それ、なんだろう。まあ、それは引きがあるから、なんか箱だけいいくてさ、中身が、そうね。クソの可能性もあるわけじゃん。のれんだけでかいよね、看板だけでかくして。そういうの正しくないじゃん、と思って。そうそう、そうは言ってないですよってことを言ったまあ、そうね。いや、だから、まあ、一理あるっていう意見は言うんだけど。いや、結構ね、みんな、一理あるし、俺も思ってたとか、うん。そうそうそう。私も思ってたっていう、あの回多かったよ、うんうん。そうなのよ。声かけてきて、面白かったって言って、うん、でも、いや、カンちゃんの気持ちわかるわ、とか、うんうんうん、我が家の杉山が言ってて。俺もわかるわ、って言って。で、呼ばれて。うん。だあいつもいじられたくないんだよ。杉山も。だからいじられるんだけどね。そうそう。そうね。うん、でも、杉山さんは、カンちゃんよりもっと臭いけどね、さ、とか。あれは開けないとさ、そうだね、こっちもどうにもならないっていうさ。もう嫌なのよ、その腹。自分がもう、少年本当に良くないのに、うん、一生懸命隠す。いや、でも、これはでも、今のテレビの時代からしたら。若ちゃんはちょっと危惧してたかもしれないけど、これはもう、完全に若ちゃんが、これもう、うん、あれ、は、作っちゃったよ。カンちゃん。モンスターを作っちゃったよ。カンちゃんっていうモンスター。うん。アベマで、覚醒させちゃってるからね。うん、でも、カンちゃんさ、うん、俺、ハマちゃんと、もう、だからあれ、30とか、なる前からだよね、その、カン、ハマちゃんは言ってたの。カンちゃんの方が、タレン、芸人としてのテレビタレント性は俺よりあるって。そう。これはね、俺も覚えてる。言ってた。グラッチ。ライブ終わりね、ほら、杉並区のおなじみ、久我山住んでるんですよ。はい、いつも渋谷からライブ終わり帰ってて、若ちゃんだけ、あの時から、カンちゃんって面白いよね、つって。ほうほうで、どこがみたいな感じで、うん。でもなんか、企画の時に、みんながこういう風になってる時、なんかこんなこと言ってたじゃん、つって、うん。あの発想ってなんか面白いよね、とか言ってたの。へ、だそれ俺残ってたから、2012年の時に、あ、もう神田さんの、変なところ、このなんか、なんかボディクリーム塗って、舞台に出るとか、なんかその、ボディクリーム冬場だけ、冬場だけよ。冬場だけよ。冬場でも、なんかそうさ、
ぶっ飛んでるの、それいじられたら。いや、いやもう、パンのことバゲットって呼んだりするから。何なのその面白い、確かに、ね、なんか面白くなってきちゃって、それで一本ネタを作ると。面白いよね。それでそうだもんね、漫才の形が。そうそうそう。だから、そっから、もうなんか、ネタとか設定とか持ち寄んなくて、今、何ハマってんのみたいなのから。でもさ、だからさ、俺さ、だからやっぱ、かんちゃんの育ち方とかさ、俺たちはさ、想像ができないじゃない、うんうんうん、そう、多分ちょっと違うと思う。でもテレビを見なくなってる人が増えてたら、うん、テレビでわーってやってて、そこの文化が当たり前だけど、そうでもなくなってきてんじゃん、最近。うん、何やってんのみたいに、本当になってる時あっちゃう。だから、かんちゃんの感性が、ハマるかもしんないよね。そうね。うん、番組内でも言ってたけど、うんうん、でも確かに、うん、でも、いつ俺もなんか、俺もなんか、さかなちゃんに腹立ってた時あってる気すんだよね、話聞いてたら。確かにね。これもう、なんでいつからかさ、再会で来ねえかなって思うようになっちゃうんだろうね。なっちゃってんだよ。そうね。バラエティやるようになっちゃうってんだよね。いつからか。変な話だもんね。うん、よし、再会だ。やるか。うん、ね、やるか。そう、ね、いやもう、でもしくじり先生ではもう、嫌だけど、もう自分の腹丸出しにしようと思って。はいはいはい、はい、こうなったら。で、それでその占い師がもう嫌いみたいなことを言っちゃったけど、ね、本来それを電波に乗せたら、うん、占い信じてる人ただ気悪いし、あと、やっぱりそれ舞台上で切れた件に関してはやっぱり反省をやっぱしてるんだけど、そのもう、言ったら8年も9年も10年近く前のことを、こいつは、切れてたんですよ、うん。何年前のことをほじくり返して喜ぶんだろうな、バラエティの連中と思うの。まあこれ、また違う、切れてる。また切れてる。違う怒りが。やっぱ、みんなこれ、ね、やばい。自分も嫌じゃん。これミスいっぱいしたし。してるよ、人間だから、ね。これ本人ね、気づいてないけどね、これ切れるでしょ、これ、あの、本心さらけ出して切れるでしょ、番組とか台本とかバラエティの流れに切れてくる。そうするとね、結構まあ、うん、あの、アベマの収録の後から、オンエアの後から、うん、まあそういうことのオファーが、うん、の仕事、まあ、来まして、うん、まあやりましてとか、まあ、あったんですよ。うん、で、まあまあ良くて、うん。で、そうするとまただんだんこういうオファーで来て、うん、神田さん切れてください、うん、みたいになってくる、はいはい。もう増えてくるだろう、ね。またどんどんさらけ出して言ってくださいって、うんうんうん。で、だんだん本人も、だんだん売れてきて、うん、有名になってきて、うん、期待されて、うん、あ、切れなきゃ。うんうん、これね、うん、だんだん魚ちゃんになってるんですよ。これ魚ちゃんになってる、これ、恐ろしいでしょ、これ。これ恐ろしい。魚ちゃんだってそうだったのよ。最初毒舌言って占いやって、あ、いい、面白いね、その調子でガン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 言ってよって、あ、言わなきゃ、悪口言わなきゃってなってどんどん言ってて、過剰にあんた売れないよ、つまんないよっつってて、これ魚ちゃんが、魚ちゃんを生み出して、第2、第3の魚ちゃんが。いや、俺、このね、こんなもすごい嫌だね。今の嫌だ。うん。この、今、魚ちゃんになってるの、ゴールの落ちのためになんか段積みしてたけど、うん、まず俺、これ、築地で、うん、まあ、よかった、見たからよかったってオファー来た時、やっぱマネージャーに嫌だって俺言ってるもん。それを。それで、しんどいから。出たくない。はいはいはい。出たくないって。本当のことを、だんだん言いなくなっちゃうと。いいじゃない。だし、一つ小話としてさ。ラジオで撮って、悪口言われてる、欠席裁判じゃん、もう、さかなちゃんの。ちゃんちゃんでいいじゃん。嫌なの。今この場がね。ちゃんちゃんでいいじゃん。うん。受けたんだから、ちゃんちゃんでいいじゃん。量産型か。ダメよ。量産型か、多分いけるね。ダメだね、かんちゃんから。ダメだよ。逃がしてくんないの、もう。そうそう。さかなちゃんも今から呼ばなきゃいけない。本来なら。そうなってくるのね。そうなってくる。そうそう。来てもらって。電話番号知らないから。知らないよ。さかなちゃんの電話番号知らないよ、誰も。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日に学べ。これでもさ、あの浜ちゃんはさ、ガンガンテレビ出ていきたいじゃん、うん、今、うん、でカンちゃんはそういう出方なら、あんまりこう傷つく人もいるし、うん、そう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 、あと、あんま出たくない、うん、やっぱ不機嫌になっちゃうから、浜谷がもう楽屋でかわいそうだなと思うし。あ、うん、機嫌悪くなるの、かんちゃん。その手の仕事とか。めちゃくちゃ機嫌悪いよ。
どういうことで機嫌悪い？いやもうじゃあもう言おうか、じゃあもう。どういう流れで。じゃあもう言うよ。俺はなんか、うん、ハマカーンがこのスタイルで出てく、で、こう、未来も感じたよね。うんうん、感じた。これだから新しい。私もいいですよ、それはもう。全然、その未来いいですけど、うん、とにかく神田さんはもう機嫌悪くなるよ。うんどういうの？じゃあ、まず、今、しくじり先生の時は、うん、俺がもう楽屋でずっと暗かったの。山谷が、もう、もうな、何がそんな嫌なの？別にもう何が嫌なのとか、そうやって聞いてくるのが、もうそれがうざくて嫌だった。説明すんの？もうそう、だって嫌だと思って塞いでる人間に、どうしたどうしたの？何が嫌なの？何なの？それは分かんない人間には分かんないけど、もうひどいのよ。ひどいのよ、本当に。価値観が違うから。ハマタニが例えば悩んでても俺は、そういう人間に、何が嫌なの？ねえねえって無神経聞かないもん。なるほどね。嫌なら自分で解決することだから、ほっとくの。すごいよ。ある程度答えが。俺を誰か褒めてくれ。俺を褒めてくれ、誰か。コンビを組んでるってこと？頼む。褒めてくれ、俺を。過剰に褒めてくれ。褒める人いない、いないかね。それ、でも、かんちゃん、それは、じゃあさ、うん、マネージャーと話す感じだね、これから。そこでオファー来ちゃったら、ガンガン。うん、マネージャーさんと話した方がいいと思うよ。ちょっと、話になっちゃうよね。うん、どうするかだよね、うん、これから。うん、本当にしんどくなっちゃうから。そうそうそう。終わった後とかも、うんうん、しくじり先生言ったら、そのもう、うん、作家さんの書いた台本に噛みついたことも自覚してるから、うん、なるほど、まあ、丸出しにしろってたんで丸出しにしたけど、本当にすいませんでしたってやっぱ、謝る。終わり、で、したら作家さんも、いや、もう私は自分の仕事への取り組み方も考え直そうと思いました、みたいに言われて、うんうん、やっぱ、うん、嫌な思いさせてるから。なるほど。だから、誰かが傷つくっていうのが、自分のせいで。わ、そう、わざわざ。が嫌だって。誰も傷ついてないと思うんだよね。神田さん。結局、そこで受ければね。すごい喜んでた、スタッフは。作家さんだって、作家さんも。だし、美味しいと思ってる。ね。そうだね。で、占い師だって、神田ごときに、言われたぐらいで、別にスタイル変えないし、ね、別に、神田ごときだから、神田風情、神田風情。神田風情とか大丈夫なの？どこがなんかあれのダメなんか分かんないか、俺らは。俺も今探りながら、俺も23年目にして探りながら喋ってる。でも、神田ごときとかは、うわ、なんか、シンクってないじゃん、かんちゃん。あ、そうだね。大丈夫でしょ、かんちゃん。これ大丈夫でしょ、これ大丈夫なんで。これは大丈夫なんで。これは別にハマったいに言われる分には、もうそれそう思ってるでしょっていうので、大丈夫なんで。あ、ちょっと、ちょっと、じゃあそれを別に、もういきなり初対面の人が、神田ごときがさ、で話しかけてきたら、あ、それはまあ、そしたらもう、本当なら手を出したい。だってね。本当ならね。本当なら。でも手を出すのは、法律違反だから。法律は守られてね。そうそう。もっと、もっとする。だからでも、これがね、だから、神田ごときがって初対面で言う人は、おそらく、ボケとか、ジョークじゃないですか。まあ、しかも、そうだね、収録中だったら特にね。ね、それでもダメなのか、それだったら OK なのかっていうのも、どっちなの？ボケで、初対面の人が、神田ごときがよ、っていうのもムッとするのが、ボケじゃ、なんか。だから、シチュエーションじゃない？だから、もちろん、なんか収録中でしょ？とか、ライブとか。収録中は、今度、その人が、さっきのハマタニが、一生懸命神田ごときが、俺の目一生懸命こう見ながら言ってたから、もうこれは、仕事で言ってるし、まあ、本音だろうけど、わかるから、いいんですけど、収録中は大丈夫じゃないかな。ああ、それはね、さすがにね。ショーとして。そういう。ショーの最中に魚ちゃんに切れたんですよ。ショーの最中に。そっか。そっか。収録ではなかったけど、ショーの最中で今さ、かんちゃんがもしさ、まあ、さかなちゃんじゃない人でも、テレビで占い師に、まあ、ちょっと、まあ、芸人だから、いいと思って悪目に言われたらどうするかな。多分、10年経つ。普通に理由聞いちゃうかもしれない。なんでその言葉選ぶんですか？面白いじゃない。面白いじゃない。俺めちゃめちゃ見たいよ。もう切れてる。確かにいないよな、そんなタレント。それで、いや、そうだね。かんちゃん、それ、多分俺受けると思うのよ。あと、多分、
現場盛り上がんなかったとしても、うん、なんか、なんだろう、なんつーの、うん、こう、業界と、はいはい、ちゃんとこの刺さる人、テレビ好きな人たちに、うん、人気出ると思う。で、モロハの剣で、普通にストレートには感じ悪いっていう人もいると思う、うんうんうん。俺らそこもう麻痺しちゃっていても別にどうでもいいと思っちゃうけど、うんうん、だから、占い師が傷つくとして、カンちゃんが詰めて、うんうん、なんでその言葉選んだんですか、うん、詰めて論破しちゃったら、うん、カンちゃんも傷つくんだよね、帰りに。だし、やっぱ、うん、あと俺のね、この、痛くないけどもね、うんうん、人間性として、うん、こんだけ、良くないのに、人に嫌われたくないってものすごい強くて。そう。嫌われたくないんだよ。そうだから、しくじり先生見て、あの、自分らの次の次がキムの回だった時に、しくじり先生のメンバーが、キムはそうやって人の目ばっかよか、よく思われたい感じばっかり出てるよってなった時に、あ、俺も同じなのになと思って、自分も本当によく思われたい、よく思われたいっていう少年の人間だから。よく思われたいっていうのはそうだね。よく思われたい、よく思われたいって。そこはもう完全にジレンマになるよね。言うけどよく思われたいは合わない。合われたい。だからそれで、でも浜谷の仕事は、浜川としての仕事は、大事にしたいって気持ちもあるから、うん、葛藤しながら現場行くことになる。多分そうで、うん、葛藤しながら現場行って、現場に行ったら多分、ムッとしちゃうが勝つから。で、仕事終わった後は、しまったな、しまったな、って余計なことまた言ったと思って。アドバイスしようと思ったら、うるせえって言われて。楽屋で。うん。いや、もう楽屋で。求めてないのに。すごい緊張してるから。求めてないのに。求めてないから。うん。喋りかけてもらいたくないタイミングで喋りかけたら、うるせえって、うん。求めてないのに。あれだよ。これ、あれ、デフォルメして言ってるわけじゃない。うるせえって言ったんだよ、これはさすがに。いや、カンちゃんね、これ、アベマのスタッフもこうやってね、若ちゃんとかもこういう企画一週間前から練ってくれてやって、うるせえって言ったいや、違う違う。もう、これは言い方に。俺は今もう、うるせえの出るタイミングも違うし、もっとうるさかったもん。あ、もういい、いいからいいからって言ってね、ずっと、何がさ、ずっと言ってきた、ね。あのさ、何がさ、みたいなすごいマウント感もあったし、なんでそんな嫌なの？みたいな。おい、田中マネージャー来てくれ、ちょっと。唯一その現場にいた第三者。俺もう、あの、平行線だよ、平行線。言った言わないの。被害者、加害者の俺も言った言わないの、これ。でも、もう本当。でも、だから、うん、やっぱ、その、俺たちが、想像、なんか、神田うのさんがお姉さんって、やっぱ、ちょっと、想像できないよね。うん。あと、あ、そうだ、多分それでお姉ちゃんが丸出しで生きてきてて、ものすごいいろんな人に叩かれて嫌われてっていうのを見てくると、丸出しにして生きちゃいけないんだって。子供の頃からだもんね、しかも思春期の頃からそれを目にしてるから。世の中全体からだもんね、うん、あのお姉ちゃんの。まあそうだね。でもファンも多かったけどね、だよね。でも、うん、ファンもいるんだろうけど、やっぱりテレビマンとか、だったり芸人とかの、俺お前の姉ちゃんだけやだからねとかわざわざ言ってくる人もいるし、それは俺らわかんない。いや、わかんない。あとなんかさ、うん、電話したじゃん、あの何週間か前に、あの、うん、俺は家にいたよね。で、俺今でもその神田うのさんとかのその、うん、もうくなんかその、うん、雲の上すぎて、うん、本当に大丈夫なのって、アマちゃんは関係性もあるじゃん、カンちゃんと組んでるから、うん、ね、うん、わかんないもんね。三河健一さんとかさ。いや、そうね。うん。だから、それはもう、そこの弟として、ね、小学生、中学生でしょ？うん。それもあんだろうな。いやいや、そうじゃない？うん。うん。見てきて。だからな。うん。だから、でも、なんか、母ちゃんが言ってたよね。ネックになってるっつって。そう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 。だからね。なんだっけ、どんな感じ？うのさん絡みのネタだよね。要は、うのさんから。なんだろうな。うん、なんだっけ、どういう。なんかあったよね。うん。うのさん。でも、うのさんは、面白かったって言うって言ってたよね、きっと。あれを見、オンエア見たらね、多分。うん。うん、あれを、文章で聞いちゃうと、うん、はいはいはい。あれだと思うけど。それもまたね、切り取るからね、文章は。うん、でも、だから、うのさんは、かんちゃん、どうなの、あの、うん、うのさんは、うん、あの回もし見たら、見てる、あれ、見てないと思うんだよ。見てないよね。その、しくじり先生にコンロ行くんだっていうタイミングで家族でちょうど食事会があったから、そしたらお姉ちゃんが、まあ、親に聞こえないように、ちょっとあんた来なさいって言って、あの、私の、ま、
マネージャーが、その番組のプロデューサーに聞いたんだけど、あなた、仕事するたびにいろんな人にキレて回って、で、いろんな人に怒られて、で、その結果芸能界辞めるんだって言われて、すごい伝統芸能にそうなって、で、だからカフェを始めることになったんだってって言われて。決定事項だから多分そのしくじり先生の打ち合わせだったり、その制作の人がいろんな人にまだ取材なりを集めてる時に、多分そのしくじり先生の制作プロデューサーが姉貴のそのマネージャーなんだ、ひょっとしてもう何人か挟んでる可能性もあるし。何人かこうね。そうだね。伝言ゲームみたいになってると思うよ。そうなんだよ。多分最初の大きくなっちゃって。アベマプロ、多分、切れてるエピソード探してるっていうのを聞いたんだろうし、多分その理由で。切れてるエピソード探してた時なんかもしんないし、それは話でかくなってた。行く先々で、いろんな人にあんた切れて回ってるんですって。切れて回ってる。なんであんた感謝しないで。で、嫌われて。嫌われて。それさ、やっぱその、ケンちゃんさ、それさ、うのさんにさ、ちょっとあの時やれって、あんた消えてもらってんだってって言われる時って、やっぱ怖い。というか、さすがにこれ伝言ゲームでどっかおかしくなってしまうけど、しくじり先生だよ。お姉ちゃん行ってきたでしょって言ったら、私本当にしくじったから行ってきたから、みたいな。だからあなたも本当にしくじったんでしょみたいになってるのよ。で、その、世間中に嫌われて。なるほど。本家の方のね、本当にしくじった人が、はい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 。教訓みたいの出るのじゃない、お笑い、お笑い、あの、そうだよね。どうしていこうかみたいな。お笑い、違うもんね。そうだったじゃん、うのさんは。で、たまとね、それ面白がる番組だとは思うんだけども、言ってても、そんな人様に切れて回ってるような。強く言えないんですよ。それ、俺らだったら、いや、うるせえよ、姉貴と。こっちのバラエティなんだから、これやってっから、で、現場盛り上がってっから。そのもう、その、さ、その、なんか、その、ちょっと、切り取りの文章で、いちいち口出してくんなと、言うでしょ、身内だったら。なんか、ちょっとね、それがね、想像できないなとは思う。宇野さんがお姉さんって。まあまあ、違う、実際だとね。いや、自分の姉貴だったらそれは言うけど。知らないわけだからさ。でも、浜ちゃん、だって想像つく、でも浜ちゃんは言うか。宇野さんにしたい。そうさ、やるから、やっぱお笑い芸人で。まあ、これはもう、どうしても神田さんにはなれないから、今の俺が神田宇野さんの弟だったらだったら言えるけど、まあ、それやっぱ、もうちっちゃい頃から、どうやら、もう、そらそうだわ。またその時自分自身も収録行く前で、もう一番ナーバスになってる時にお姉ちゃんにそういう、あんた切れて回ってって言うけど、そっとしたらそういう風になるのかとか。なるほど。そういう風な形で待ってるかもしれないっていうね。誰が説教してんだって話だけどな。誰が人を諭してんだって話だけどな。大丈夫か。おい。これ大丈夫なのか。大丈夫か、そんな言って。いいよ、もう。で、これ本当に田中マネージャーとの話し合いになるな。これ。神田さんとはね。でも、カンちゃん、これはテレビ局はほっとかないって。普通に。で、疲れるでしょ、帰りに。帰り、ドット。帰り疲れる。漫才よりも何倍も疲れる。もう本当そう。ドット来るよね。自分の本質削られる仕事の帰りって。なんかでも、緊張とかも、するし。まあ、そらするでしょ。疲れるみたいな。それもなんかちょっと腹立つのよ。浜ちゃんって何？まあ、確かに、あれはもう浜川の形だった。そうなんだけど。でも、浜ちゃん的にはやってきたわけだもんね、仕事バシバシ。それも腹立つの。いや、いいんだけど、なんか、神田さんの時だけ、なんか、疲れたり、緊張したりしてんのよ、なんか。あの神田さんの時だけ、漫才とかではね、楽しくやるけど。他の仕事の時だと、全然緊張もしないし、疲れもしてないの。はいはいはい。それがなんかちょっと腹立つんだよね。なんでいいじゃない緊張はするよ、自分が主役なんだそう。なんか急、だって、23年ぐらいやってて、ここ、1、2回だったよ。神田さんが緊張するとか言ってんの。ああ、なるほど。今まで言ったことない。いろんな舞台立ってきて。いや、今までバラエティではずっと緊張してたよ。で、すごく何もできなかったなで帰ってたけど、それをもう丸出しにしていいんだってなっただけで、緊張するって。だから、そこを丸出しにしたら、盛り上がるし、テレビマンもほっとかないけど、
嫌われたくないっていうのがあったらどうするか田中マネージャーと話し合いよ。いや、そうね。両立はできないよね、そこ。これでも。嫌われるって、そんなに嫌われるかなと思うけどね、別に。全然嫌われてないとは思う。ないと思うけどね。うん、でもしくじり先生見てた時に、うん、自分、やっぱさすがにオンエア見なきゃって見た時に、本当に、こいつめんどくせえこと喋ってんなと思って。で、自分がもしスタジオにいたら、じゃあやめればって多分そういう、もう全部、良くないこと言ってるんだろうなと思って。自分がもし受け入れだったら。そうそう。でも、あっこの現場は誰もそういうこと言わないで、なんとか成立させようと。で、そこでまた、あ、これが、ちゃんとバラエティができるプロ集団との差だなとか思ったし。いや、じゃあ、あの回は、本当に、カンちゃんが面白かった一発よ。他のメンバーとかでなんとかあれはカンちゃんが。いや、誰か一人が、じゃあ帰れよって言ったら終わってんのよ、あんなのと思うの。いや、だって、バラエティに出たくないって言って人間が来てんだから。終わらないよ。すごい。じゃあ、バラエティの世界にあそこで帰れよっていうやついないと思うよ。カンちゃん面白い一発よね、あの回は。でも、そしたら、そうか。でもこれいろいろチェックしていこうみたいに思ってたけど、ちょっと根本のところがあるね。何で、だからそのバラエティにこの角度のオファーのやつを出ていくかどうかよ。でも漫才めちゃくちゃ面白かったけどね。まあ、あの日の流れもあったけどね。まあ、流れがあったね、あれはね。どうするかな、あれは浜谷は一個も疲れないの、横で。相方がもう余計なことばっかり言ってすいませんとか。いや、俺の疲れは普通に腰痛とか肩こり。あの、こうやって頭、ガンガンこうやってヘッドバッキングみたいに頭下げたら謝罪する。量産型でね。そう、量産型の。これはちょっと、ちょっと今日首痛いな。今日収録終わりちょっと首痛かったなぐらいで、別にし、芯は疲れてない、部品が使い回しだから。キューバのクラシックカーみたいな。すぐ壊れるけど、すぐ直せるからね。そう、すぐ直せる。うんね、油さしたら、夜油さしたら全然復活する。そう、だから、ケンちゃんがそうなったら、浜ちゃんが、あれじゃん、何か始末してたじゃない、クリーナーとして。それがあるからね。俺はほんと疲れなかった。疲れなかったっていうか、別にもなんか、いい運動した。でも、カンちゃん、俺も、ほんと、ここ何年かのしくじりで、あんな爆発した回は何年かなかったなっていう感じだった。だって安倍も、でもそれはでもカンちゃんは嬉しいっていう気持ちじゃなかったんだもんね。その時ではそういう手応えは一個もないから。ないからね。この人たちがやっぱバラエティ変えてくれたんだと思って。なるほど。だから自分が好きなこと言っただけで。だからマジだから面白いんだよ。そこまでマジだから。別になんか手で言ってないからね。バラエティやりに行ってないから。正直そしたらもう占い師とカンちゃんの見たいわ、俺。いや、これは面白いと思う。今も、あれ不思議だけど、3年ぐらいで入れ替わるね、占い師ってね。ああ、そうね。あれなんかあるじゃん。占いの番組、富士の。あ、いきなり占うやつね。占うね。あれのオファーとか、あんまかいや、あれは趣旨が全然違う。あれ見てて、自分のことじゃないの腹立った瞬間もあったから。これだこれ。あのね、イケメンの、多分ね、役者かな、か、まあ、アイドルグループかな、が、二人男の子出て、で、女性の占い師があなた中でちょっとねロリコン入ってんのよねみたいなことを言ってて、いくらタレントさんでもそれ乗りたくないじゃん、だからまあでもあそうかなみたいになってたけど、いやもうそう出てるんですよみたいになって、で無理やり乗ってった結局やっぱ一流タレントさん偉いなって、それだけで腹立っちゃって、本人が乗っかってあげてるから、なんでそこで切れるの、もしそれロリコンがイエスになったらちょっとそういう目で見られちゃうじゃん、そのタレントさん、その自分のマイナスになるかもしれないことを、嘘つくならさ、もっとこう相手が得する嘘にしてほしいもんね。嘘ならさっていう、嘘じゃん、占いなんだから、出てんだもん占いでね、占いで出たんだもん、嘘じゃないもん。でか、わかるわかる、俺もちょっとそっちなのよ。そう、出てるわけねえだろって思うから嘘なんだよね。全部。あと、いいことだけ言えよと思うのは、さもこの、私はこれ見抜いてますみたいな。でもそういうもんだからね。みんな、それ分かってるよね。そう、分かってるから嫌なこと言われて、
カメラもあってんのにロリコンみたいなのは、まあ、そうかな、だけど一応乗ってあげてるっていう、そういう、そんな文言使わないで、いや見たいけど、対決もしくはその誰か占われてるところをなんかと副音声的に神田さんのなるほどなるほどなるほど ね、うん、はいはいはい、なんか仕事内容として、うん、例えば、うん、じゃんけんして負けたら、うん、なんか、まあ、男気じゃんけんみたいなやつで、うん、なんか高級なものを買うとかいうロケとかどうなの、かんちゃん。来たら。じゃんけんで負けたら、まあ、全員のこれ、あ、出すとか、あと、まあ、何百万の時計買う流れになっちゃう、ね、うん。リアルにね、ガチで。ガチのやつ。自分の金で買う。うんうん、それは本当に欲しいものじゃなくて買わなきゃいけないとか。そう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 。絶対に嫌だね。絶対に、うん、だって本当に欲しいものじゃないものを、うん、なんかノリで。それはどの時点で嫌だって、じゃんけんする前。いや、もう欲しくないものを買わさせられそうになるのがもう嫌だ。うん、ああ、じゃあもうじゃんけんやらないみたいなこと。うんうん、でもそれなんか買って、うわーっつって、爆笑取れる。うんうん。だよ。なんかその、まあね。逸話にはなるよね。うん、しばらく使える。ネットニュースとかにもなる。そうね。うん、必要のないものだから、ね、そうそうそう、買うことになった時に。こんなものに、つって。破天荒みたいな感じにも見られて、うんうん、ごめんね、さっきから量産型の意見ばっかり。それが僕そういうもん、一般的な芸人の意見でごめんね。まあ、でそれで盛り上がるんだろうなとか思うけど、なんか、うん、じゃあさ、それで、これすごいな、自分の、もしそこで自分のが、本当にお金がその後必要になった時に、うん、あれさえ買わなければなって思って、可能性があるのと、まあまあ、 あと周りの林立ててる人間は何もしょうがないじゃん、うん、それに関して。はいはい、はい。まあまあ、その時それが嫌だ。だみんな買うなら。そう、そう、うん、うん。まあみんな買うんでも無理やり自分が買わされたら、そう、同調圧力とか、そこに関わった人間が、うん、いつか困った時に絶対に助けてくれるなら、うん、まあ、いやいやいや、そんな保証はねえ。保険だな、もうな。保険だな、うん、それを、なるほどね。なんかよ、うん、うん、で言ったら無茶ぶりをしてキャッキャッキャッキャ言ってるだけじゃん、うん、そうなんだよね、うん、ただそれがあれだよ、別に仲間うちのなんか仲間プライベートで旅行行ってこれ買っちゃえよとか言ってんじゃないんだよ、もうテレビのゴールデンとかロケでちゃんと大御所のタレントさんもいて量産型だな。チャンスじゃん、チャンスじゃん。ねえ、だからその、アマチュア的にはもう逆に、負けろって思ってじゃんけん。買う方に行くよな。そうね。でしょ。うわーい、やだよ。いやで、ウォーって叫びたいよ。うんうんうん。で、母ちゃん、じゃあ、私服、披露して値段とかバン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 とか出るやつ。で、ファッション専門家からダメ出しされるみたいなのあるじゃん。腕時計いくら、はいはい、シャツいくら、はいはい。あれは、あれぐらいは大丈夫だよ。大丈夫でしょ。いや、あんま気持ちよくなくない？見てても。見てても。なんでだよ。高え腕時計とかして高え服着てさ、全然似合ってないって言われたらチャンスじゃん。ねえ、スタジオ跳ねるじゃん。おい、これ高かったんすよつって。立ち上がるタイミングじゃん。なんかその、洋服の値段を、言うとかがもう、はいはい、そもそも下品だと。カンちゃんのさ、靴が高いとすんじゃん、うん、何十万でこれ何年も大事にしてる靴です、うん、それをその靴を MC が噛んだらどう、いや、つま先のところ、そは面白いとは思う、笑っちゃってるじゃん。じゃあ大丈夫じゃん。靴噛むは、噛むまで行く人だったらその人体張ってるじゃん、もうその人が笑いとるため、それをなんか合ってないだの、うん、あなたにこのそんな高い値段はいらないっていう、そいつの値打ちなんだよと思っちゃうから。お前の服だい、まず大丈夫なのか。ファッション系もなんか面白いかもね、戦わせたら。じゃあ、靴噛むはすごいと思う。そんな、そんな人がいたら。靴噛む。俺、靴噛むの私やらせてもらってよろしいですか。私にその大役を。かえちゃん笑ってたもん、靴噛む。じゃあ、それは遅かったら面白いね。それファッションチェックする人が噛むんでしょ。そんな人がファッションチェックするんだら、この人、課長からなるじゃん。だからそこまで言ったらいいんだね。その、安全圏から値段とか、あなたに合わないとか言ってる人間がだっけやね。安全圏からね、言ってる。一緒に。その人が体張ったやつ、汗かいてない。一緒に泥かぶってくれる。もう浜カーンのそっくりさんがいて、カンちゃんのそっくりさんの、が横に座る。っていう仕事は？そっくりさんが、の横に座るみたいな仕事。
俺結構あって、うん、やりようないのよ。はいはいはい。似てるかなんなんだろうなっていう。すで、向こうが、似てるなーっていじられて、立つだけなの、うんうんうん。それは大丈夫、うん、楽じゃん。あ、それは大丈夫だ。まあ、確かに誰も悪く言ってないしね。そうそうそう。うん、そうね、なるほど。噛みついては来てないもんね。なんかでもやっぱ一本筋通ってんだよな。うん。理由があるね。じゃあ、これはあの、コメント。MC が、うん、浜カンテザ漫才優勝、からパッとしないねといじられる、うん、これはどう？もうしょうがない事実だ、しょうがない。しょうがない。ちょっと嫌だと思うんだよね。な、嫌だ。なそのわざわざ言ってくるのは、うん、でもそれはそれもさすがに、あ、それも多分仕事で言ってるんだろうし、さすがに思うし、実際それはもうしょうがない。まあ確かにな、芸人の人だろうしね。うん、しょうがない。これ浜ちゃん、これ浜ちゃんは全然嫌じゃない。嫌じゃないよね、別に。全然面識のない。何が嫌なの？わかんない。うん。あ、これがもし嫌だとしたらね。うん。うん、でも、カンちゃんも大丈夫だよ。だから、これは。うん。なんか、しょうがないなと思う。しょうがないな、まあでも。しょうがないな、でも。見たことない絡みだよ、MC が。まあ、そういう人って言うじゃん。うん。でも、はい、ザ・モンザイで優勝してからバッとしないねって言ったら。しょうがないですね。事実だからしょうがないか。事実だからしょうがないですね。事実だからしょうがないけど。いやいやいや、なんでそんな意地悪なこと言うんですか。違う違う、それ違う違う。もうこの発言をしてる方は、ちょっと、なんでそんなこと言うんですかっていうのを、引き出そうとして言ってるだけじゃん。下手したらオリンピック選手も今言うよね。ちょっとって。メダル取ってバッとしないねって言われて。言うよ、スポーツ選手。でもいけんだから、かんちゃん、これは。じゃあ、うん、先月の月収を言うわ。ああ。やだやだやだ。これやだ。お金やね。ああ、そう、それ。うん、これダメ。あと、これ不思議なの。聞く人ってあれ、何がしたいの？いや、やっぱ気になる。だいたいそれ聞く人って、稼いでる芸能人が、うん、新しく出てきた若い子に言わすじゃん。うん、もっと稼いでる人が聞くって構図になってんだよ、ね、で、これ、うん、何なのと思う。何、聞いて、うん、とか言ったり、うん、言ってとかで、結局、うん、昔杉ちゃんが食らってたでしょ。で、実際発表したら、うん、それをネットニュースになって、で、それ、うん、やっぱ、スターになった芸能人とか、うん、バンって跳ねた人、まあね、多分勢いある多分稼ぐから。勢いある。そう、で、人間って、ちょっとやっぱ、すごい嫌なのがさ、うん、稼いでる人間に対する妬みがすごいから、すごい。あるよね。うんうん、なんかそれ値段聞いて急に笑えなくなったとかいう人が出てくる。まあ、でそれ多分そこを知ってて、だから言いたくないってみんななってて、もごもごしてるとこ困らせに行ってるでしょ、MC は。その。でも、ゆえやの絶対的な上下関係で。面白くもないし。すごい切れるじゃん。そんなに切れるの？違う違う。なんか、芸を作ってやれよと思うんだよね。いや、人が困らすっていう。やれよ。じゃあ、お前がやれよ。お前がやれよ。漫才やってるじゃん。面白返しすればいいじゃん。正直に言わなくて。それだ、芸じゃないもん、別に。面白あ、それで、面白く返せたら芸だね。でも多分、まあね、むっとして黙るだけだから。そんなもの。だからそんな芸がないから、バラエティ出ちゃダメなのよ。でも、それ、いや、でも、うん、オッケーな人になったら、うん、めっちゃ楽じゃん。いや、すごいよ。むっとするって感じで、MC の人、いや、全然尊敬してますし、って言ってから、うん、でも、今これって俺を困らすために言ってますよね、つって。うん、で、行ってこうなって、そういう人もいるっていう、絵面は、見たいもん。見たい。で、確かに、いや、確かにおっしゃる通りで、グーの音も出ないよね。うん、人の給料聞くなんて、ね。で、浜ちゃんが謝るんでしょ。謝る、それは。むち打ちになりじゃん。だからさ、筋通ってるから、多分、かんちゃん、激辛料理食べきるまでチャレンジするとか、いい、オッケーでしょ。そう、自分の体が大丈夫であれば。ああ、うんうん。だよね。激辛、うん。嫌だよ、体痛いから。嫌、うん、だけど、それはもう、綺麗は誰も怒りはしないでしょ、うん、うん。だし、誰かが食べれるやつだもんね。ねでも、根性だね。根性出すけ、できる、うん、でも、多分辛いのはもう、お腹痛くなって無理だろうね。なんか、それが俺もちょっとわかんないのよ。うん、なんか、この弱々しい、自分が弱々しいキャラっていうのは認識してるから、うん、大食いとか、うん、そういう激辛とかで、うん、食べれねえ、みたいな感じでやるんだけど、うん、それ本心なのか、うん、ちょっとそれ、自分は。大食いとか。うん、大食いはだって無理なもんは無理って浜谷も言ってたじゃん。うん、大食いはしんどい。まあね、まあね。で、辛い
とかも、うん、どう超えて辛いともう胃が痙攣して、まあ、なるよね、うんうん、入らないよね、うんうん、そういう肉体的に無理じゃなければ、うん、まあやるしかないんだろうなと思うけど、うん、なるほどね、だから辛すぎて切れるとかないっていうかね、うんうん、そうだよね、うんうん、なんかこう分かってる人は分かってる人、うん、そうだよね、筋が通ってるもおかしなとこはないよね。これどう、カースタントの助手席に乗って爆走させられる、あー怖えこれ帰って仕事来ちゃうよ。いや確かにね、こういう人は乗せたい。いやそうよね。それはやっぱそうよ。怖がるところ。これはそうだよな。でも浜谷と春日には来ないわな。うん、来ないと思う。で多分乗るまで俺不機嫌だもん多分。なんで怖い思いをするって分かってて。なんで乗せられるのって切れてるもんね。それやっぱこれ本気、これ本気だと思う。それ俺もうめっちゃやってほしい。切れてるとこも大丈夫し。いやもう本当に嫌だっていう。でもさ、うん、こういう仕事ってさ、多分、マネージャーも事務所もダマで行くから、ロケバス乗せられて別の商店街ロケでスーツって着いたら、茨城の採石場で、カースタントの人がぐるぐる走ってる。乗ります。だから。声だし、それで本当に本当に嫌だ。だから、うん、そのカースタントの人に切れるかも、うん、もうやめろよって言ってこんなに嫌がってんだから、それは見たいね、やだよ、カースタントの人、その人も仕事でやってたお前ブレーキ踏めよって言ってたら、うん、見たいって、まあ、見たいね、見たことないそんなの。いや確かに面白いな、カースタントはもう乗せられてるからどうにもならんと思うけど、もしそれがバンジーで飛べだったら、もう何時間経っても飛ばない自信ある。放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン春日を感じろ。逆に、あ、逆にっていうか、だから多分、一般の人とかって、うん、頭叩かないじゃん、絶対。うんうんうん、そうだね。そういうのとか、ちょっと芸人って、うん、ちょっとおかしいんだよね、常識の軸が、うん。そうね、それが変だって思わないもんね、うん、そもそも、ね。そうだよね。うん、思わなくなっちゃう。虫食べんのはどう？いやー、また、無理じゃないかな、自分で持って口に運ぶんでしょ？噛めないと思う、その。タガメ、タガメ。あ、それって、うん、その、なんか、いわゆる、イナゴの料理ですみたいな感じでもう、ま、う、あ、んうん、調理されてる。調理されて、焼いて、食べれます。お店でも。うん、あ、うん、あ、前、コオロギとか食べたから大丈夫。はいはいはい、はい。コオロギちょっと、ね、うん、たがめ、海外旅行でたまにこの、生きた虫、うん、口掘り込むとかは、あれはあれ、ね、まあ、本当に無理だと思う。うん、本当にそれ、その絵撮れないともう何もないですって言われたらもう何もなくていいと思っちゃう。うん、やめんなよ、海外までさ、行ってんだから。海外まで行ってたらやるだろ。海外ロケだからそんなのばっかりよ。あれ、先週春日喋ってたんだけど、蜂のスクジョは防護ちゃんとしての。防護ちゃんとして、うん、うん。ちゃんと業者の人ついて。超怖くない？いやいや、やるけど、すごいよ。だから、それを、うん、やってるの、バラエティとかだったり、うん、あと、トキオがよくやってんだけどさ、うんうんうん、かっこいいと思って見てる。あ、できる人かっこいいと思って。でも、浜ちゃんがやるんだろうな、やるんだろうな。俺、だけどね。昔、ロケでミツバチの巣の、うん、その、養蜂じゃろうね、あの、ミツバチはできたけど。だからさ、なんか筋が見えてきたけど、うん、こっちは多分、うん、大丈夫なんだろうな。あの、うんうん、ワイドショーのコメンテーターで、不倫にコメントするのは、いや、もうしたくない、したくない。したくない。もう何様だよと思っちゃうもん、自分のこと、うん。そういうことだよね。うん、多分、かんちゃんの、そっちだ。そう、本当に、別に正しく生きてきたと思ってないし。うん。うんうん、じゃあ、ドッキリの仕掛け人は、浜ちゃんのドッキリの仕掛け人。もうやめる。解散ドッキリ、浜かん。うん。かんちゃんが仕掛け人だよ。浜谷に、うん、浜谷になら、うん、多分、うん、できるけど、うん、バレちゃうと思う。あ、それはなんで？その、俺の演技力とか。あの、やっぱ顔に出ちゃうから。うん、なるほど。うん、え、で、多分俺、ちゃんとやってよ。いや、これはできないと思う。俺がドッキリの仕掛け人は。真剣にやってても、うん、なんか違うとか、うん、だって神田の演技が、うん、
ちょっと邪魔するからコントはちょっと無理かなっていうの話やったぐらいだから。ああ、演技の面でね。うんうん、逆だったら、ハマったりが仕掛けて、で、改ざんしたいんだってなって。これね、俺ね、それドッキリってバラされた後に、なったら気持ちを引きずってしまうんだよね。すごい。昔に、ね。これひどい話だよ、本当に。あったな、あったな。解散、解散じゃないんだけど、まあ、流れ星とキャンキャンと、3組で番組やってた時に、流れ星を首にするっていうドッキリで、浜谷が仕掛け人で、仕掛けに頑張って。俺がだから、プロデューサーとかディレクターさんの前で、流れ星最近どうすかみたいな、流れ星の悪口を言って、流れ星を首にさせようとするっていう仕掛け人。で、中衛とあんな仲いいのに、いや、もうでも、もうやめた方がいいとは思いますけどね、とかを、ちゃんと仕掛け人だからやって、で、ドッキリでした。よかった、だったのに、なんでこんなこと言うんだ、こいつって気持ちがずっと残って、2、3週間浜田にムカついてて。もう勘弁してよって。僕仕掛け人だよって。台本通りで悪口言ってんだよって言ってんのに。なんだ。あんなに中衛と仲いいのに、なんでこいつは、本心ではそんなこと思ってんのかって思っちゃって、みたいな。いやいや、思っちゃって、じゃなくて。ドッキリだって言ってんの。浜ちゃん、それはよくない。いくらドッキリとはいえ。いやいや、ね、そんな言葉思ってなかったら出てこない。ゼロに近いけど、ゼロだったら出てこない。おかしいな言葉なんだから。いや落としたんだ、掘って落としたんだったら、それは実際に落としたけど、俺はもう思ってないんだから、それは。そう。それはちょっとさすがにそれは自分でも、これ俺が変だって、それもちろん思うんだけど、ちょっとでも2、3週間引きずっちゃったから、別に。こいつ、中衛の悪口を嘘だけど言ったんだよな。嘘だけどって、もう、なんなの嘘だけどって、嘘は嘘って思ってるんだ。思ってんだけど。もうすごい純粋な、そういう人にもう純粋なピュアな、よくないな、じゃそれはちょっと、ま、変でした。じゃあ、関係者から、こう、カンちゃんの、まあ、暴露を、まあ、集めて、それをこう、ぶちまけられる企画。ああ、いや、あれですよね。誰でか聞きました。スタイリストさんから。スタイリストさんから、マネージャーから、アンケート取って。でも、それは多分、その場でずっと、いや、違いますとかを言っちゃうと思う。その、しこじりの時のキムみたいに、違うんですよ。最高に面白いし。すぐに、いや、違うんですよとか、あと絶対持って喋るでしょ。まあまあね、ちょっと派手になってる可能性あるよね。持ってる部分を、なんか、すごい、必要のない訂正をしそう。盛るとか、カットするとか。数字が違うだけでちょっと気持ちが悪いのね。あ、事実と。半年前なんですけど、とかを、言っても、ん？あ、違う、あ、違う、これ、あ、正確には2年前ですとか言いたくなっちゃうから。もうどうでもいいこと言うの、本当に、マジで。いや、マジでこれ言うのよ、漫才とかでも。漫才のつかみとかで、浅草とかでさ、いや、もう去年とかさ、去年こんなことあったじゃん、つっても、まあまあ、正確にはね、4年前だけどね。もうどうしないだろ。じゃ、これ、浜谷はあまりにも時間感覚とか、こっちが喋ってるとずれてること言うから。いや、昔こんなことがあって、って言っても、まあ、7年前ですけどね。だから、いや、ちょっと、あ、もうそんなに昔なんだと思うじゃん、昔って言い方をする場合は、うんだけど、数字を普通に間違うから。ね、その神田うのの、なんかベビーシッターがどうたらっていうの、まあ、寄せとかだと、掴めるからやる。なるほどね。で、ベビーシッター、もう、お姉ちゃんの子供はもう小学生だし、ベビーシッターもいないんだけど、なんか、そのベビーシッターね、まあ、1年ぐらい前ですかとか言うから、もう、7年前だから、そういう数字とかは。近めの方がね、なんかね、ほら、フレッシュなネタにしたいじゃん。許せない、ファクトベースだから。だって事実じゃないから。ファクトベースで。ダメよ、新しいよ、これは。あれは、あれは、あの、こう、女の子に、結婚するならみたいに順位つけられて、なんか。あ、こっちはつけないでいいんでしょ？こっちはつけないでいい。あ、まあ、それは別に、うん。神田さんなら3位とか。言われる。まあ別に。全然。結構でも、ムッとするよね。あ、そうさ、ムッとするんだろう。あの、順位つけられるのは結構ムッとする。え、それは例えば9位とかだったら。うん。10位。ね、その、つけるのいいんだけど、なんか、わざわざ、草しに。うん。ま、仕事か。ま、そうだよね。そうだよね。だからもうそう。仕事で。ね。いいのかなぁ。ま、迷うよね。何を迷う。まとある舞台とか。で、女性のゲストさんが、当時の公演終わった後に打ち上げで。打ち上げで。共演した人たちの順つけてよ、みたいなことを打ち上げでやったりするんだけど、俺それすごい嫌で。
つけさすって行為が。あるある。つけさせるんだ。あるある、そういうノリ。あとその、はいはいはい、まあ、どうせ自分が上位にいねえんだろうっていうふてくされも込みで。そっちだ、そっちだな。そっちがでかい。そっちだな。1位だと喜ぶ。でも大体その女性は、で、一回困るから。もうさ、結婚。してたらさ、何位でもよくない？そう、で、そう、何位でももういいの、結婚もしてるから。何位でもいいからむずいのか。何位でもいいけど、その、言ってしまえば一緒に舞台やってる人はみんないいおっさんが若い女性に。なるほどね。だ、順位っていうのが、すごい、セクハラスメントっぽい感じがする。不利なと思って。あ、昭和、昭和の。その子が言い出したら別にいいけど。その子が勝手に言い出したら。いいですか、つけさせてみたいな。いいけど男側が、聞く側は自分が上位になれるだろうの目で、聞いてるから。聞く人ってそうだよね、うん、あれ毎回。まあそうか、そうか。まあ確かにそうだな。うん、で、それでもちゃんと、それ良くないって、一、うん、回だけちゃんと言ってた人がいたから、あの、おげんこのカトゥーさんがすげえまともだって。女性にやめようよって。わかるから、ね。付け合わせはおかしいと思います。わかるから、うん。すごい、僕が思ってたことこの人は、すぐ言ったと思った、うんうんうんまあ。多分、カットさんその時順位下の方だった。危ない、危ないと思う。だから上であってほしかったな、最後決めてくれるから。でもよかった、今日は本当、うん、いろんなことが解決して、これから先が明るいなと思う。なんかね、参考にしていただければ、神田さんを使う際の。解決したの？解決したの？解決はしてないよ。解決しない。見通しが明るくなってない。ハマってないよ。明るくなってないよ。一寸先はだよ。ハマったにが、楽屋で不機嫌な俺に耐え続けるっていう。褒めて誰か、本当に。褒めて俺を。今日はどうだった？楽しかった。来る前は超緊張した。だって、やっぱラジオって、で本当に力量が出るじゃん。うん、でそ、まあまあまあ、スペシャルウィークに呼ばれて、うん、まともに喋れもしなかったらで、うん、ただがっかりされちゃうなっていう、ねうんうん。ずっと緊張してて。うんうん、楽しくやってもらえた。楽しかった。よかった。本当に。初めて聞けた。うん、でも、浜谷はずっと苦々しい顔してたから。浜ちゃん楽しかったね。あ、俺楽しかった、ね。あ、本当？それ苦々しい顔でずっと見るから。なんだこいつって顔で。ということでね、浜川に来ていただきました。同じ事務所の。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジでチンするくらいの時間をお付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ豊一のツッコミカスがやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、カスガさんがそれをツッコミながら当てていただきます、はい。ラジオネームガハラ軍曹。毎年夏が来ると高校2年の時に好きだった女の子と一緒に花火大会に行ったのに勇気が出なくて告白できなかったことを思い出します。あの時告白できていたら、その子の人生は変わっていたのかな。その子の着ていた浴衣も、アップにした髪も、二人で食べたリンゴ飴も、あれから67年経った今でも鮮明に思い出します。ずいぶん、長い間ちゃんと覚えてるな。違います。ラジオネーム、中辛ドラゴン。春日さん。僕は昨日仕事で大きなミスをしてしまいました。取引先にとてつもなく怒られてしまいました。先週も違うミスをして怒られてしまいました。今はディズニーランドにいます。きっと週明け月曜日に上司からも怒られるんだろうな。完全に自分に原因のあるミスだから仕方ないな。そういや、なんで自分は毎日怒られてまで働き続けているんだろう。今はディズニーランドにいます。春日さん、俺は本当に使えないダメ人間です。こんな人間、生きてていいんですかね？いや、お前、本当は反省してないだろ。全然違うかな。もう難しいな。ラジオネーム、ブーメランチャンネル。銀行のキャッシュカードをどこかに落としてしまったみたいですごくテンションが下がってます。とりあえずキャッシュカードの暗証番号を変えなきゃですよね。どんな数字にしようか。今すごく落ち込んでてくよくよしているから、新しい暗証番号は9494にします。え？うん。え？
いや、もうそうなるだろうな。おかしなとこはないよな。難しいかも。ラジオネーム、豆腐小僧。パンサー尾形です。カツコさん、俺あと30年自宅のローンが残ってるんですよ。うん、どうしたらいいんですかね。え？さ、ん？ 30年。え？もうだ、うん、確か、え？うん。いや、三、うん。なんかあれだな。え？三、数字が気になるな。あー全然違う、今日当たん、普通に当たんないな今日。難しいな。ラジオネームガハラ軍曹。春日よ、初めてじゃな。戦国大名織田信長じゃ。わしは440年前に明智に討たれてから5度の転生を繰り返し、今は6度目の転生をして17歳のギャル女子高生をしておる。しかし今でも思うのじゃ、わしは果たして武将として失格だったのか、一体どうすれば人に恨まれずに済んだのか、わしは天下を取る器じゃなかったのか、そのことをずっと考え続けてしまうのじゃ。プリを取る時も TikTok を取る時もずっともと LINE で一晩中カレピの悪口を言う時もそのことばかり考えておる。なあ春日、わしはどうすればいいのじゃ。いや、ほんと本当は悩んでないだろう。違います。ちょっとな、今日難しいな。なんだ。ラジオネームおひまさま。春日さんお疲れ様です。暴れるです。先日の僕らの時代ご迷惑をおかけしてすみませんでした。春日さん、あれはあれでいいとおっしゃってくれましたけど、自分はああいう番組はふざけるんじゃなくてちゃんと真面目な話をしないとダメだったなと思います。尾形さんにも迷惑かけちゃって、ほんとなんで自分はこんなにダメなんすかね。ああ全然わからんな。9494。いや、9494。くよくよのところですね。くよ数字はあんまり関係ないです。うん。くよく、いや、いや、落ち込まなくていいよ。うん。はい、残念。はい、今日は外れ、普通に。なんだ、難しいな。今日の正解は、くよくよすんな、今を楽しめ。いやいや。まあでもそうか。いや、そう言われるとそうでしょ。そう言われるとそうだけど、いや、なんかいろいろ、いや、長いことやってるから、余計なとこ見ちゃってんな。なるほどね。数字がなんか関係あるんじゃないかとかさ。変なところをね。変なさ。すいません。さあ、今回のメールの中から一番良かったボケを選んでください。なるほどね。ああ、どうしようかな。暴れるにしようかな、じゃあ。おめでとうございます。今様。9月のプレゼントです。極太つけ麺。若鶏タレ漬け唐揚げ。具材たっぷり五目チャーハン。お弁当に具！チーズカレー春巻き以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。さて、クイズ豊一のツッコミ春日。次回のお題を発表します。来週のツッコミフレーズはなるへそとでも言うと思ったかでございます。これもまた難しいかもしれませんが、詳細は公式ツイッターやホームページでご確認ください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。日例プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日例。以上、各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キュアステーションに全国36局のお送り。さあ、エンディングですけど、ヘイヘイ。まあ今週はスペシャルウィークで浜館来ていただいて、ええ、面白かったですね。なんか昔から知ってるけど、うん、
ここまで、うん、なんかみんなで心を開いて話したっていうのも、うん、初めての感覚のような感じもしたな。そうね、うん、だけどなんか別に意外じゃないというか、マジだからね、神田ちゃんがああやって言ってなんか、うん、え、そんな人だったのってことはない なかったね。そうだな、なんかだから当時からそんなようなこと言ってたんだ、多分雰囲気あったよね。うん、だからさ、うん、だからもっと面白くできただろうね、もっと知ってたら、うん、いや当時から、ね、これはもうカンちゃんやんなくていいっていうくだりとかさ、そうね、多分あるじゃん、うんうん、それだから面白にこうね、うん、そのこう返せるというか、ひっくり返せるというか、ね、はいはいはい、はい、うん、でもまあそう考えると、うん、ちょっと10年前じゃ早かったかもしれない、今だから面白いの飽和してきた、うん、今だから時代が追いついてきた、時代が追いついてきたんで、カンちゃんいや、そういうこと、10年前だったら何言ってんの、ちゃんとやんなさいよみたいな、その見てる側もお客さんもだけど、なんか今はね、はいはいはい、正直にね言える時代というかさ、言った方がいい、逆に言った方がね、うん、で隣でやっぱり量産型がわちゃわちゃしたらさショーとしても面白いしさ、本当だよな、いや、うん、面白いよやっぱり、面白いよな、うん、なんか俺もでもなんか昔あったよね、俺もなんかあれ中井の窓かなんかで心理学者になんか切れちゃったことあったよね、うん、俺あれなんか若手芸人出てて、うん、この中で一番芸人さんをバカにしてるのは誰誰ですって、うん、若林さんですって言われて、はいはいはい、で流れ星かなんか出てて、うん、その芸人さんを紹介する、まあ、ちょっと記憶曖昧だけど、うん、それでなんかムカついて切れちゃったんだよななんで俺がバカにしてんのか、お前らに見抜けんだよと、はいはいはい、なんかばあのこんだけ一緒にやってきた人たちのことをっていう感じになっちゃったんだけど、うんうん、今だったらなんか困るなみたいなこと言ってただろうねまあそうだろうね、どっかで浮き飛ばしちゃって、うん、なんか俺も量産型になってて、そこを避けて、うん、だからカンナちゃんだったらストレートに切れるみたいな、同じ立場そんなわけないじゃないですかって、何年やってると思って、あんた知ってんすかみたいな逆にそれがやっぱり見たことないからね、見たことないから面白い、現場じゃそんなもしかしたら受けないかもしれないけど、放送されたらやっぱワクワクするよね、こっちがね、だからな、うん、カンちゃんは疲れちゃうみたいなケアしていかないと、そうだね、大事にしていかないと、い改めて考えさせられた回でもあったね、うん、いやそうですな、ミフィちゃん、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。